孔子学院。孔子学院とは、中華人民共和国が、海外の大学などの教育機関と提携し、中国語や中国文化の教育及び宣伝、中華人民共和国との友好関係情勢を目的に設立した中国製の機関である。孔子の名を冠しているが、受学教育機関ではなく、中国語学教育である。教育部が管轄する。 国家看護国際水孔両道省祖弁公室、官弁が管轄し、本部は北京市にあり、国外の学院はその下部機構となる。なお、講師77代目の着村である穴特製は1949年に台湾へ移住してから、孔子の着流は中華民国に居住しており、2009年9月以降は、個79代目の着村、穴水町が、 世襲職大生死聖戦士法仕官となっている穴特製と穴水町は中国大陸では国務院が管轄する局府市の中国講師研究院の永久名誉院長になっているが講師研究院は受学研究機関であって講師学院とは直接の関係はない大学レベルの講師学院と中学高校レベルの講師学級がそれぞれ設置されている 講師学院の方は、ドイツのゲーテインスティチュートやフランスのアリアンスフンセーズ、スペインのセルバンティス文化センター、そして部分的にブリティッシュカウンシルを模して作られている。2009年頃には、世界で推定4000万人が中国語を学んでおり、需要は高い。講師学院事業の先頭に立つ教林、勘弁、前述主任によると、同年頃には76カ国で400以上の機関が、 孔子学院か孔子学級の設置に興味を示したという。2010年10月までに96の国と地域に332校が設置されると同時に、文法に相当する講師科室が369校設置されている。中国共産党政府は2020年までに世界中の1000カ所に孔子学院と孔子学級を設置しようとしており、 そのために3000人分の奨学金を提供する方針である。孔子学院は2004年に設立され、同年11月大韓民国ソウル市に初めての海外学院が設置された。孔子学院、孔子学級には主に5つの形があるである。孔子学院、孔子学級の目的は主に海外で中国語と中国文化を教えることである。 中国語を教える他に、漢方医学や中国史、文化、社会、武道、演劇、生け花、選手などをも教える。現代の話題を取り上げることもある。資金面では、漢弁は解説資金として10万ドルを提供して、さらに海外の提携相手に年間の助成金を払う。同額の運営費を提携相手も払う。 年間10万ドルから25万ドル以上の助成を受けているところもある。原則的には、勘弁は最初の3年間だけ初期費用を払い、それ以降は外国の提携先が運営費を払うというのが本来の形でいる。しかし、後継書によれば、同所著者の取材に対して、北京の勘弁本部の距離主任は運営費の全額負担ができない講師学院もあるので、 開校3年以降でも資金援助を続けることがと認めている。勘弁は助成金を払うほか、海外の講師学院、講師学級で教える中国人教師の給与及び海外生活手当の全額または相当額を支払うのが通常である。講師学院は設置認可上において大学別科、専攻科の扱いだが特例として所定の単位を取得すれば、 日本の大学及び中国の大学への編入も認められる。タイにおける孔子学院の具体例として以下のものがある。タイにおいては中国語熱の高まりにより蒸気を含む14カ所が設置されている。この設置数は東南アジア地域最大の設置数であり、東南アジア2位の設置数であるインドネシアの6カを大きく上回る。タイ北部チェンライ県にある メーァルーアン大学は中国政府と提携し、2004年に中国言語文化センターを開設し、その施設の中に同学院も入る。施設の建造は中国政府の全学出資である。タイにおける中国語熱には二つの理由があるとされる。一つ目は対中国関係の変化である。東西冷戦下で西側陣営についたタイは徹底的な反共政策を取ったため。 中国語教育が禁止された時期があったが、中国の経済的な台頭で方針転換をした。大政府は中国に詳しい専門家が不足していることに危機感を抱き、人材育成に力を入れ始めた。二つ目は、グローバル化の流れの中で中国語が話せる人材を厚遇する企業が増え始めたとである。中国の友人を増やそうと、中国政府もソフトパワー戦略を強めている。 様々な奨学金制度を利用して、タイ人留学生を中国に引き寄せており、その結果、中国で学ぶ、タイ人留学生の数は、韓国人、アメリカ人に次いで多い。逆に中国は、中国語学教師として、毎年2000人、近い、中国人をタイに送り込んでいる。タイ国内において中国語を学ぶ、中学、高校生は、約29万人に及ぶという、 2008年12月17日、賛成招待原子の項が電子台により、テレビ、孔子学院が開設され、翌日より、アメリカ大陸向けの試験放送が開始された。現在アメリカのスコラ衛生教育テレビネットで24時間体制で放送され、アメリカ400校の大学、7000校の高校及び、50を超える都市のケーブルテレビで配信され、 視聴者は1500万人と推定されている。孔子学院の組織は、ブリティッシュカウンシルやゲーテインスティトゥートや、アテネフランセのような自組織だけで、敷地も建物も組織も完結して運営されている、他の文化交流、教組織とは異なり、孔子学院が、大学組織の中に一部局、例えば別科や先修科のような組織形態として、設置され、かつ、教学の自運用は、 設置先の大学などからほぼ独立した自治形態を保して活動している点に特色がある。孔子学院は設置される教育機関に対して中国政府から資金や教員、教材が提供され、教育内容は半番、勘弁という中国政府の監督機関から認可を得ることになっており、それゆえに設置先の大学などの教育機関の学問の自由が阻害される。 中国共産党政府の宣伝組織だという意見を主張する人もいる。さらに、アメリカの有力シンクタンクである外交問題評議会によると、学習計画作成にあたり最低年間約1100万円が提供されるなど、中国語教育に資金を回す余裕のない大学などに広く受け入れられている。法輪ポリシー氏に寄稿したアメリカ学識者協会の レイチェル・ピーターソンによると、講師学院では、政治、歴史、経済関連の議論は禁止されていると指摘する。講師は、台湾やチベットに関する話が出た場合は話題を別のものに変えるよう指導されており、できない場合は、中国の領土と答えるよう指示され、天安門広場の議論には、写真を見せて、美しい建築だと指摘するよう用意されているという。さらに、 孔子学院の授業が大学の単位に認定される場合もあり、中国政府の意思がアメリカの大学教育に反映され、資金提供を受けているがゆえに、大学側や教授陣が言いたいことが言えなくなることも問題だとしている。レイチェル・ピーターソンはアメリカの高等教育を破壊するトロイの木馬と評している。2010年にアメリカ合衆国カリフォルニア州。 橋ン田ハイツ市の中学校に、孔子学院、孔子学堂が開設される際、地域住民より、孔子学院を通じて、共産主義思想が詰まった、教材生徒を洗脳させるつもりだ、米国の利益を守るため黙って許すわけにはいかない、との反対意見があった。これに対し、在ロサンゼルス中国総領事館は、孔子学院はあくまでも、中国や中国文化を教えるためのもの。 政治的な色合いは全くない。完全な誤解だと反論している。2014年6月には、孔子学院は中華人民共和国の中国国家の手足として機能しており、学問の自由が無視されていると批判し、状況の改善がなければ関係を断つ、洋格大学に韓国た。アメリカのコロンビア大学やスタンフォード大学などでは、孔子学院が存続しているが、 同年9月に、シカゴ大学とペンシルベニア州立大学は、講師学院を廃止した。2018年2月13日には、アメリカ連邦捜査局のクリストファー・レイ長官が、連邦議会上院の情報委員会の公聴会にて、講師学院が、アメリカ国内にて、情報活動やプロパガンダ活動など異行為を行っている疑いがあり、捜査対象となっていることを証言した。 2018年2月に、マルコルビオアメリカ合衆国上院議員は、国内外での中国の積極的な政治活動は、アメリカの教室に潜入し、探求の自由を抑圧し、表現の自由を蝕むものだとして、地元のフロリダ州内にある古大学に設置されている孔子学院の閉鎖を求め、そのうちは、大学の使命や目標と合致していないことを理由に2019年2月に、 鎖するる。ことをを決決定定ししたも閉鎖ている2018年3月には、アメリカ合衆国会議員は、地元のマサチューセッツ州の40の大学に、孔子学院の閉鎖と新規開校を控えるよう求める、勘を送った。2018年3月には、外国影響力透明化法案が、アメリカ会員で提出され、中国政府が出資している、孔子学院は、適用対象となる。 法案を作成をしているジョー・ウィルソンアメリカ合衆国会議は父が第二次大戦で中国に駐留したので私は中国美意の家庭で育ったはじめは孔子学院が素晴らしくて中国人と友好関係を結べると思っただがプロパガンダにかかっているのを知る権利があると述べているカナダ安全情報局は2007年に孔子学院が 世界の民心掌握のための中国政府の試みの一部であるとのコメントを表明している。また、アメリカ合衆国大学教授協会の勧告を受けて、カナダでも2014年10月1日にトロントの教育委員会は孔子学院との関係解消を決めた。2010年4月、孔子学院を開設する大阪産業大学では、大学の資産運用の失敗がもとで、 理事長が孔子学院の廃校を通知し、組合との団体交渉の中で事務局長が、自らの孔子学院に対して、分スパイ機関などと批判した。アコトモコは、同学院について、中華料理や中華圏の伝統文化も広がっているが、大抵は他の文化の邪魔をしすぎず、共存するような形をとっているのではないだろうか。中国政府が推進する。 孔子学院などの教育や文化事業は国家主義的で排他的であるように筆者は感じてしまうと述べている。池上雅子は特定の社会的価値観やイデオロギーの浸透が派遣安定に必要であり、国内的には情報操作、世論工作、対外的にはソフトパワーが重要であり、孔子学院は海外における中国研究教育を 北京政府がコントロールできる体制として、中国政府による孔子学院海外展開の手法は、1930年代、ファシストイタリア政府が、自国の宣伝外国人教科を目的を狙って、米国の学校にイタリア語プログラムを国費で大量に設けた、ムッソリーニモデルに告示している、という指摘がある、世界革命普及を図った、旧ソ連のモスクワコミンテルンを彷彿とさせる一方、 マスメディアの取り込みや教育文化事業の活用など米国の洗練されたソフトパワーの手法も取り入れていると評している。スウェーデンでは孔子学院が中国政府の組織であることにより、同国の国会は孔子学院が国内の教団を中国政府に提供することになるという懸念を表明している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。